今完全にマウスカーソルの位置戸惑ったよね俺開いてすぐ出るんだもん。はいということでゲストの皆様こんばんは、小田健です。響きましたね。はいということで今回は Where's Oswald っていう海外の新作のホラーゲーム実況プレイしていこうかなと思います。なんかね自分の家で目覚めたら家族がいないっていうあの悪夢の中にオズワルドっていう悪魔が入ってくるみたいな感じのホラーゲームらしいですね。はいそうなんか目覚めたら家族がいなくて病院とか行ったりするらしいですよこのゲーム。うんなかなか面白そうです。やっていきましょうニューゲーム。はいローディングもなんかおしゃれですね。お家が映っております。このお家からスタートなのかなどうなんでしょう。さてさて。何あ、すげえこういうムービーテンション上がる。なんかいるかなうちの中今なんかいた？いないよね多分。なんでいたって俺言ったのじゃあ。うるせえな俺。はい。なんかこの雨降る感じいいですね。雰囲気出てるわ。これは夜中なのかななんかこう明け方とかそんな感じかな。でも一応ねゲームの説明には夜も更けみたいな感じで書いてあってまあ一応夜中の設定なんでしょうね。止まったな。あれ大丈夫これどういうことあ戻りましたね。よかったよかった。はいやっていきましょう。いいねこれライト持ってないはい。あ、こういう感じの操作ね。アイテム手にすると意外とバグが発生するね、システムなんですよ、この表示のやつ。そう。高確率でね、バグが起きるっていう。まあ多分それはね、制作のあれによるんですが。さて。うん、こっちはいけない。多分この方は大丈夫だと思う。そんな雰囲気ある。こっちも怖え。どっから行くみんな。どっから行こうか。ねえ、この棚の中入ろう。無理か。ねえ、青鬼のたけしみたいにカタ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 っつって、この中でこう、あ、てかこれウォークインかな？こっち行ける？あ、一応行けますね。ちょっと待って、バグったらやだから出よう。怖いな。俺こういうことをするとデバッグプレイになるんでね。はい。あ、雷もちゃんと光るんだね。ライト欲しいって。絶対こっちからライトあるでしょ。ないの？指示ちょうだい。うん。指示出たら英文だから全然わかんないんだけどさ。このテーブルスタンドちぎって持っていけない？うん。無理そうですね。はい。てか、薄キーボード。めちゃくちゃ薄いね。なかなかアップルとかがどぎも抜かれるぐらいの薄さなんじゃないですかね、あのキーボード。うちの Mac にぜひっつって。はい。Mac のキーボードは次はあれになるかもしれません、皆さん。こうご期待。さて、あー、このお家の感じいいわ。はい。怖い方面でいいわですよ、皆さん。うわどこ乗ってんだ、お前。何これ。暗すぎて見えないね。うん。これ調整できないかな？この前さ、あ、できますね。この前さ、あ、できませんね。はい。貞子が出てくるホラーゲームやったんですよ。なかなかクオリティが高いやつ。はい。そんな感じのテレビだよね、これ。はい。間取りも若干のうちに似てんのかな。ここいける？あ、いけませんね。あ、いけるわ。はい。あ、そうだわ。あのうちだ。なるほどね。間取りを変えてるのか。すごいね。間取りそのまんま使ってる方がね、多いですから、制作者さんも。その中リフォームをするっていうのはなかなか珍しいんじゃないですか、このゲーム。どうですかね。はい。Where's Oswald。うん。このゲームのタイトル回収しましたよ、皆さん。はい。あ、開いたな。今のちょっとゾッとしてね。ギギギギって。自分一人しかいないのにさ。あ、やっぱりそうだ。貞子食っかな。今回貞子来たらさ、なんかポリバケツとか用意してこれ入れてあげよう。ね。テレビの前でさ、ちゃんとバケツ用意してさ、ねえ、ポリバケツでゲットだぜっつって。そんな感じでモンスターボール代わりにしたいですよね。あれなんかこれあ、そっか、忘れてた俺、こっちの存在。完全に向こう調べてる時に早く行けよみたいな声あったろうな。ごめんな、悪いな。はい。じゃあちょっと待てよ。これ外行きましょう。早く行けよ、目的地俺。何してんだ、本当に。旅したくなるんす。はい。ちょっと降りましょう。でも、まだすげえのいるじゃん。でも皆さん、寄り道はね、ホラーゲームの寄り道って発見があるんですよ。そう。なんか、小窓見たら覗いてるとか、今まで僕そういう回収結構あるんで、そう普通のプレイヤーが回収しないホラー現象も見れたりするんで、その点いいかもしれないですよ。こっちになんかいますね。はい。ちょっと戯れていきましょうか。あいつさ、ちょっと待って、下半身ないんじゃない？テケテケのなんか手が長い版みたいな。はい？ライトないんだよね。ちょっと待って、他にないかな？明かり的なもの。あれ？ないね。無理だ。うっ！なんか一瞬跳ねてったわよ。一瞬さ、そこの窓くぐるとき雨降ってなかった？いる？何してんのお前。こっち見てるね。お疲れ様でした。まだいるかな？いるわ。従順ですね。これ近づいたらどうなる？死ぬかな？ちょ、いきますよ。あれそういうエンドね。はい。あ、こっからか。よかった。はい。開くところも見えましたね。いやー、ちょっとさ、こっち側を一応確認してから行きます。フラグが立たない可能性があるんでね。うん、オッケー。さあ、あ、てかこれ外側も作り込まれてるんだ。すげえ。車もあるね。うん。いや、いいね、この雷と雨と、まあ、総じて嵐。そう、この嵐の感じ、なかなか好きですよ。さあ、行きましょう。さっきさ、この英文見てなんか喋ってたよね、主人公。喋ってないっけ？このライトと俺勘違いしてんのかな。さあ、行きますよ。やつが来るんで、こう、後ろ向きでいくか。はい。よいしょ、OK。これで閉めるんだろうね。はい、お疲れ様でした。つって。で、次どうすんの？多分、ベッドに戻るとか、そんな感じじゃない？行きましょうか。戻るぜー。ふっふー。こっち側？なんもないね。結構さっきより怖くなってない？音が。ねえ、なかなかリアルですよ。はい。私、マックス音量でプレイしております。高確率で絶叫してしまうことがあるんで、皆様、音量には十分ご注意を。鼓膜崩壊注意でよろしく。さあ。先ほどより若干目が慣れてきたのか見やすくなってる気がするんだが。はい。今、ここで光ってなかった？気のせいか。どっち行くんざんしょう。あ、閉まったね。こんなくらい。うーわ、ワープしてら。何ここ？家広。こんなところあるの？このお家。はい。異空間に飛ばされちゃいましたね。さあ。てかさっきのさ、Where's Oswald って書いてあるところ、ダークディセプションのあの、急遽ストーリー追加されたあの、回想シーンに似てない？そう。今更ではありますが。なんかあったぞ。これ無理か。そろそろライト的なものをくれてもいいんじゃない？どんどん地下に行くしさ。どんどん暗くなっちゃうもんね。さあ、降りて。お次は、こっちか。OK。いいね。張り付いてくれますね。はい。本当にお家？これ。バジリスクが出てきそうなこんな穴あるお家に。はい。普通ありますよね。これ中入って大丈夫？まあ入んないとゲーム進んないから進みますね。さて。曲がり角どっこい来たんで、ここをノックどっこいして、あ、向こう側どっこいあるわ。これさ、まっすぐどっこい行ったらどうなる？どこどっこい？あ、右どっこい向けんじゃん。何どっこいって。やめてよ、そういうの。あ、こっちもいけんじゃん。うわー、やったー。自由度が高い。雑な宣伝。悲しくなった、俺今。はい。あ、向こう側にライトがある。くれよ。この主人公にライトくれよ。頼む。これ右側は、いけんじゃん。めっちゃいける、これ。めっちゃっせー。これ、行き止まり子ない？大丈夫？進めるね。あ、でも、行き止まりか？あ、こっち一回行けないね。詰んだわ。ただね、この奥側にペニーワイズとか、出てくるかもしれないんで、探索した甲斐がありましたね。うん。もう何もなかったから甲斐はないんだけどさ。戻りましょう。はい。こっち側も確認しますよ。くまなく。一番最初に確認したところが多分ね、目的の場な気がするんですよ、私的に。あー、ダメだね。こっちも行けない。じゃあ戻ろうか。ささ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 。さて、これを右折しますよ。あ、待って!懐中電灯あった!わーい!やったでー!これ取らずに進んでたら死んでたわ。間違いなく。危ねえ危ねえ。ちょっと右側さ、これ暗すぎたから、若干照らしていい?あー、やっぱり。ほら、なんか樽の中に入ってますよ、主人公。で、こっち側行って、はい。私ね、なんて言うんだろう。寝起きのね、謎のテンションで今お届けしてるんで、すごい、ノリがうざいかもしれません。はい。その点もご了承ください。おだけんです。紅白?ああ、全部開く。バルブがあって、瓦礫が崩れてる上は?ああ、かびってますね。何かが言ったのかな?こっちは、これいけないか。はい。では、こっち側行きましょう。うーわ、なんだここ。どんどん穴の中入るじゃん。さあ、こっちは?うん。あ、ここは個室だね。はい。こっち側の個室は?行き止まりこうか。いけませんね。はい。やだね、この下水管。バッチリ。正面はいっぱい扉あるね。なんだここの通路。何 LDK?めちゃくちゃ部屋あるぞ。はい。筋トレグッズ。なぜ下水探索中に急に筋トレがしたくなった人用だろうな、あのダンベル。筋トレしたくなってきたよ。さあ、進みましょう。こっちは一応全部いけるんだね。すげえわ。よくできてるね。なんか、いつものさ、うわ、なんだここ。そういつものお家だって思いきや全く違う要素があって、はい。さて行きますよ。スイッ。なんか変な音すんだよな、さっきから。一応オートセーブなんだね。さっきも自宅でさ登って、うん、あ、クリックか。あ、すげえムービーなんだ。そう、さっきも自宅で窓開いた時とかセーブされましたもんね。え、これ変わる?どこ行くの?あれ?今もう、あ、これ始まってんな。ちょっと待ってよ。あれどうやってつけんだ?あ、違う。消しながら登ってんだ。真っ暗で見えなかったよね、今。提案で。ちょっとノリうざいですね、今日。こっち側は?うわ、怖え、穴。こっち側は通路が繋がってんのか?あー、繋がってますね。はい。左よし、右よし、荒川よしよし。こっちはこれいけない。あ、いけますよ、皆さん。いるな。確認大事だね。おい。さっきいなかったろ、おめえ。ほら、ワクワクすっぞ。こっち向いて。足長っ。次のファッションショットが出んのかな。ね。どうも。なんか呼吸してるよ。うわあ。すんごい、ああ俺何回やられてんだよ、このゲーム。そんなやられないゲームでしょ、普通。何回見んだろ、この You are dead っていう表示。はい。あと1回か2回ぐらい見る気がするわ。ただ、これ、セーブが入って、あ、こっからや。あ、てかなんかいたね。気づかんかった。え、やった。見れないものが見れたぜ、みんな。お得ですね。これは今回やられて正解だったね。よし。まっすぐつくんで。左側も OK ですけど。あ、こっち側見てないね。こっちもいけんのかな?あ、これいけないか。あ、てかこっちだったんだ。なるほどね。どこで表示されんだ?あれ来ないぞ、あいつ。向こう側探索してからじゃないと来ないんだ。それか徘徊してんのかな?はい。あれ?これいけないの?あ、こうか。ここもムービーですね。さあ行きましょう。モーションか。オッケー。さ。うん、ストレージ。ストレージのこの奥に何がある？先ほどの、うわぁ、ここもなんかきそう。あいつ来るのかな？でもね、これ、怪物が来るっていう感じでないんですよね。そう、お化け的な怖さがあると思うんだよ、このゲーム。まだお化けじゃないよね。どうしよう、あのなんか足の長いドビーが追いかけてくるホラーゲームだったら、ここはいけませんね。はい。俺なんか流れてるぞ。はい。これなんか、水感ないよね。はい。なかなか汚いですね。うわ、ここもバッチリ。さあ、上がりましょうか。あ、これ外か。あ、外だ。やったー、おさらばだ。開けるぜ。たださ、これ絶対来んじゃない？蹴り落とされるっしょ、多分。大丈夫だったわ。え、なんてこれ脱出？嘘でしょ？いけるわ実質ジャンプでいけんのよ、これもう。でも多分脱出できないみたいなシステムなんだろうね。うん。すごいめでたいこと言っちゃった。いい雰囲気じゃん。うん。自分ちはあれかな？結構でも歩いてるね。うん、あ、お墓ある。お墓なんだ、ここ。はいはい。なんか一つだけお墓の感じが違うよ。お前羨ましいな、なんか唯一無二。はい、何これ、どういうこと？あ、びっくりした。来てるわ、なんか。な、えお化け的なのが今、スーって、ホバー移動してきましたね。はい。はい、起き上がりました。なんか若干さ、PT というか、ビシージというか、そんな感じありますよね。いいね、この感じ。楽しいぞ。さて、うははは。病院か。はい。これが噂の病院ね。で、先ほどのお化けが来ると。さっきの怪物なんだろうね。はい。あれがオズワルドかな。オズワルドも出るし、あのお化けも出るし、みたいな。怖え。オズワルドの方がまだマシだよね。これも悪夢なのかな。右側からなんかニョキニョキ聞こえるよ。うわあうわ、怖え。本コアとかでよく見るやつじゃん。ねえ、前に橋本環奈がこんなようなに襲われてんの俺見たよあーって言ってる。すごいかわいい。ちょっとだけこれ当たってみます。うわー、すげえ顔してる刺されてんな今主人公完全に今ナイフかなんかでサッってやられてね。そういうタイプか。はい、とんでもないな。物理を使いこなしてくるタイプのレーダー。こっからね。いや、びっくりした。さすがにあれは怖いよ。はい、どうも。この子もね、結構スタイルいいよね。ちょ、見てみます、ここで。うわいい表情してらっしゃいますね。はい、じゃあ行きましょう。これどこ行けばいいんだ。結構幸いなことにね、あの霊遅いんで。ただそれはそれで怖いよね。こっちはこれいけない。向こうから行ったら詰むよね。あ、来てる来てる来てる。この通路怖え。うわ超怖え、これ。いいね、でも。サムネ撮ります。暗すぎて見えないわ。いいところあるかな。こっちは。はい、来てる。こっちも行けそうだし。あ、ちょっと待って、どっちだ。あ、でもこっちっぽかったな。まあでも追いかけっこがいっぱいできる。あ、いける。来たぞ。一応こっち側見てみます。一周できるんだね。オッケー。ほらね。こっちだよ。さあ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 、この明るいところで。うわ、来た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 。どこまで来るんだろう。広いな。あいつずっとわーって言ってるよ。楽しそう。ここいけねえの。あ、ダメだ。鍵閉まってる。来てる？来てるね。オッケー。さあ、一周した。んんんんんんんどっから来る？見失ったぞ。ああ、一周してきたんだ。危ない危ない危ない。まだどっから来るかわかんないんで、警戒していきますよ、皆さん。待って。くるっと一周しただけだよね。あ、鍵やったわ。やった。うわっバッテリーなんで手に入れたの？やったぜ。こっちみんな。あ、ちゃんとそういう風に回れるんだね。賢い。ちょっと待って。バッテリーこれどうやって使うの？自動？ここかな？違う。どうやってこれ補充すんだ？わかんねえ。どうやんだ？ここは？うわぁ、ライト弱っ。いけねえ。いけそうな場所他にあった？でもこういうのって大抵最初の場所に戻ったりするよね。うわ、見えねえ。充電の仕方がわかんねえからさ、EXIT書いてあるやん。ダメなんこっち。あ、来てる。暗いし。うわ、もう、なんかもうほんと本コアで積む人のパターンになってんじゃん、俺。ダメだ、これ。もう見えねえもん、こっち。やられるか、一回。バッテリー手に入れたのにこんな使えないって。悲しいぜ。ほら、来るなら来いよ、早く。あれ？全然こなないこれ。俺、もてあそばれてる、ひょっとして。私はお遊びだったの？バッテリーどうやんだ、俺。補充できるかな？できねえな。ジャンプすんな、こんな時に。のんきか。しゃがめるね、一応。タブ押しても無理なんだよね。はい。これ、これもう、当たるか。いるでしょ、もうこの辺。あれ？あれ？閉じこまってる？これひょっとして。あ、違うか。あれ？何してんだお前。待っててくれたんだね。優しいじゃん。もうバッテリーわけわかんないんで、鍵を手にしてすぐこっちらへ戻っていきましょう。奴がいたところか。それか、あっち。そんな気がする。小田健です。さあ行きましょう。OK。ここにあるね。はい。これを回収する。一応バッテリーも全部取る。OK。こうやっていくとやられちゃう可能性が大なんで戻っていきましょう。さあ、ここを確認したいのよ、私は。やつ、あ、ここっぽいわ。来た。ちょっと鍵こうやこれでバッテリーもできんじゃない？まだ来てねえわ。ああ、しまった。よかったー。怖い、私。どうするこれ。またムービーや。これなんて書いてあるの？あ、オズワルド。はい。あ、変わっちゃった。アウトサイド。読んでたのに。うん。はい。あれ？これ誰か行方不明になってる的な？はい。うん。廊下。なんだろう？このキッチンとか廊下とか何を示してるんだ？これから自分家にまた戻んのかな？はい。あー、でもぽいな。あ、びっくりしたお前やめろややこしいから顔があると思ったじゃん、今。あ、てかビデオないこれ。落としたね。来るこれひょっとして。歯入ってる。早く行こう。あー、戻ってきた。怖え、なんだこれ。閉めよう。開けたら閉める。何その音。きしみすぎだよ、ギシギシと。あ、さっきの英文なくなってるわ。これで、こっちでな、テレビ消えてるね。で、あ、開いてんじゃん外。てか、こっちは地下室。開けねえわ。こっち行けってことね。行きますよ。あ、道路だ、道路。OK？ で？え！ちょっと待って。えと思って、なんで正面向いてまた右向いたんだろう。引かれちまったな。はい。右太ももあたりがね、かゆいなって思ってた時なんで、ちょうどよかったですね。え、これ結局どうなったの主人公。またムービーだけども。すげえ。めっちゃ凝ってる。なかなかクオリティ高くないですかこのゲーム。あ、また戻ってきたんだ。別の家だ。前さ、リッカーがさまよってるさ、ゲームあったじゃん。そう、おうちでリッカーがめっちゃ走り回ってるやつ。そこの間取りや。ホラーゲームどんだけやってんの俺。ね、年間間違いなく360本以上やってますからね。はい。うわぁ。車が外通ってるからこれまた出ろみたいな感じかな。うわー、明るい。はい。どういうこと？もうライト持ってないからな。ビデオもある。これ、こっち行けってこと？行きましょう。終わったわ。はい。ということで今回、Where's Oswald 実況プレイしました。この動画、このゲームがちょっとでも面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい。ということで、学生の皆さんは夏休みもう近いんじゃないですか。もう早い方は入ってるよね。多分、今週末ぐらいから夏休みだと思うんですが、皆さんはどういう風にお過ごしするんですかね。はい。私はホラーゲーム三昧です。ホラーを一緒に味わうか。はい。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。